大将のギャンブル人生お手紙。はい、大将です。エプソムカップ函館スプリントステークス両方終わりましたね。予想動画にも、上げてると思うんですけど、ダブル重賞ダブル的中狙えますということでね、予想動画もよかったらご覧ください。これはエプソムカップの方ですね。ジャスティンカフェ2、3着になるのをねちょっと期待してマルチで買ったんですけど、もう相手もほぼほぼ1、2、17、もう画面に全部映ってますね。この 4着のねこの人気薄だけはちょっと買い切らんやったんですけどね。レクセランスね、怖かったですね。まあほぼほぼ狙い通りかなと。ジャスティンカフェが 2、3着ならかなり儲かってたんですけど、まあしょうがないですね。ここじゃ力が1枚上でしたね。やっぱ横山、今日は横山デーですね。やっぱ和夫君うまく乗ってくれました。そしてですね、ノリもね3着に残してくれましたね。で3連単もうちょっとつくかなと思ったんですけど、22,680円。まあジャスティンに勝たれたらこんな感じですかね。まあ狙えば良かったんですけどね、もうちょっと厚くいっても良かったかなと思っております。3連服も4800円ついたね。結構ついたね。馬タンも4000円、美味しかったかもしれんね。まあこんな感じでございます。まあほぼほぼ狙い通りでいっております。まあよかったら予想動画をね、見返してみてください。絶好調ですね。ずっと当たってますね。これがね函館スプリントステークスですね。だいたいまあ13、14、15が連帯する程の3連単フォーメーションと馬単を買ったんですけど、まあ、これもね東進マカオが混んでくれたらよかったんですけど来ちゃいましたね。まあどうせ4着買ってないけどね。まあ、これも21,410円、両方ね、波乱があるんじゃないかなと思って買ったんですけど、両方2万円台の決着でございました。まあしょうがないですね。まあこんなもんですよ。荒れると思っとったら意外と固くね収まる。まあ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 ダブル重賞ダブル的中でございます。まあ好調なんでね、また、来週も頑張ります。よかったらご覧ください。ありがとうございました。